フランスの風刺画家、ジャーナリスト、風刺新聞、シャルリー・エブドの編集長。法学の学士号を取得した後、独学で風刺漫画を学んだ。親を安心させるために、フランス国有鉄道に就職したが、湾岸戦争に反対する風刺新聞として1991年に、創刊されたラグロスベルタに風刺画を数枚投稿したところ、 翌週に2枚掲載されることになった。やがて、ラグロスベルトの編集長と意見が合わなくなった、ジャーナリストのフィリップ・バルト風刺画家カビュが1992年に、新たに、シャルリーエ・ブドを立ち上げたとき、同じく風刺画家のジョルジュ・オランスキ、シャルブ、リュズラと共に、これに参加した。早くも1992年にリスが描いたカロリーヌ、ドモナコの風刺画が、 侮辱的だとして訴えられたが、原告側の要求は全て却下され、シャルリーエブドが勝訴した。2015年1月7日、シャルリーエブド襲撃事件で、警察官、風刺画家、ジャーナリストを含む12人が、イスラム過激派に殺害された。リスも撃たれ、右肩を負傷した。退院後、亡くなったシャルブに代わって編集長に就任した。 事件1週間後の1月14日に生存者の号と題する1178号を発行したもののその後の目途が立たず1月20日、次号は来週ではなく数週間後になると発表。この試練を創造的なものに変えていかなければならない。簡単なことではない。編集スタッフの一部はまだこの事件を克服できていないし、私自身退院後、 克服していけるかどうかわからない。いずれにせよ、やってみるしかないと説明した。2月25日、また始まったと題する1179号を発行。主張に、第二次世界大戦中にユダヤ人を強制収容所に送ったとして1980年代から人道に対する罪に問われたモーリス・パポンの裁判を取材した、パポン裁判。 ホロコーストに貢献した微信政権の公務員、ニコラ・サルコジ大統領を風刺した、サルコジのケルヒャーで洗い流された顔曲、国民戦線のマリーヌルペン投手の追い立ちを描き、2017年大統領選挙の前に刊行した、マリーヌルペンの隠された顔などがある。今日著ありがとうございます。